カウンセラーアーティストの大塚まみです。ピュアカウンセラーアーティストの大塚まみです。今日は田中さんに来てもらいました。田中さんはですね、なんとですよ、ケーキ屋さんだったんですよ。ケーキ屋さん、ね、すごい。ウェケヤ。ケーキ屋さん。私の勘違い？バイトでケーキ屋さんや。なるほど。すごい。バイトだったんですね。そうだそうです。マミが間違えてました。まあそれはそれでいいということで、それをちょっとケーキのことを聞いてみたいと思います。でもバイトでケーキ屋さんになろうと思ったのはなぜですか？前、縁があった感じですね。縁が。近くにケーキ屋オープンしたから。ああ、じゃあ、お家の近くにケーキ屋さんが新しくできたの。そうだ。それがあるから、バイトで行ってみようかなと思って、それで行ったの。まあ、とにかくコーヒー買わかないと受けた方ですからね。学費は大事ですよね。学費がなかったらがね、学校行けないっすっていう感じですね。あ、なるほど。でもあれですよね、そのケーキ作ってて、じゃあこれ大変だったなっていうことはありますか？まあケーキだけじゃないですけど、パンも作った、特に大変だったの、チーズパンのおろしかね、チーズが大変でしたね。え、どうやるんですか？落とし込みすると、グレーターでチーズをシュレッドチーズにする方法です。え、どういうふうにやるの、それは。まあ、要は腕力が勝負の仕事です。こうやって、そうです。じゃあ全部それ削るってこと？そうです。どのくらいに？結構ゴーダチーズが硬くて困りました。ああ、すごい。だってあのゴーダチーズって結構硬いですよね、本当。そう、あとチェダーチーズとかゴルゴンゾーラも結構硬かったです。あー、なるほどね。なんか聞いてると上等なチーズばっかりですね。美味しいですけどね、大変。そうですね、美味しいですね。プロセスチーズもあるけど、そっち系なんですね。かっこいい系ですね。そう、ナチュラルチーズ。そうですね。あー、なるほど。でもそのチーズを入れると、じゃあやっぱりパンが美味しくなるの？まあそうですね。知らなかった。じゃあ、カビが入ってるチーズあるんじゃないですか？あ、ブルーチーズね。あ、ブルーチーズっていうの。あれとかも入れたりしてるんですか？癖が強いからあんまり入れない。ああ、じゃあ、癖が強いやつはあんまり入れない。入れない。難しいですね。だってどの辺の癖まで大丈夫なんだろう。だってさ、チーズってクセって臭いみたいね。癖が強いのとさ、まあ、臭いと言ったらカマンベールチーズ発酵したやつですね。ああ、カマンベールチーズね、発酵したやつ。臭そう、本当に。強烈。本当に。でも、そうですね。でも、いろんなチーズ知ってますよね。まあ、一部だけです。一部じゃないんじゃない？今まで何個言ったと思う？まあ、4つくらいですかね。
そうだね、4つじゃないと思うな。もうちょっと言ってるかもしれない。もうちょい言わせた。でもマミもちゃんと覚えてると思わないで言わない。あーでもすごいね、そんなにいっぱい入れるの知ってるんだ。それはすごいな。あと旅行とかも行ったりしました。あ、結構海外ほぼ行きましたね、うん、やっぱ一番いいのはニューヨークとか、うん、オランダ、アムステルダムとかですね、うん、へえ、それすごいですね。でもそんなにいっぱい行ってるっていうことはいろんなの知ってますね。まあそれなりに。どんなの見ました？まあ綺麗な花、ロンドンにいた時ですけど、うん、シューメイク後ろに、うん、ゼラニウム、シュワカがおしゃれでした。あ、お花の方に行くんだね。そう、すごいね。お花を見にじゃあ行ってるってことではない、たまたま。たまたま、たまたま花を見に行ったのは、うん、ネパールにいた時ですね。はあ、カトマンズですね。え、ネパールって 何語？ネパール語。ネパール語ね。あ、ネパール語で話すの。まあよくは知らないですけど、ね。英語は喋れないの？英語は少し喋りますね。インテリな人は。なるほど。だって会話はネパール語喋れないでしょ。そうですね。ね、困るよね。まあ、自分も英語は少し。あ、なるほど。自分の知ってる英語を片言でもいいから喋ってみるっていう。うん、大切ですね、それ。でもさ、それ、そしたらね、いろいろ言ってるんですね、本当、勉強になりました、まあ、いろんな危険な目とか、日本じゃ考えられない白タク、ボタクラインバッタね。うん、では、この辺でマミのハッピー占いコーナーに移りたいと思います。マミのハッピー占いコーナーに移ります。田中さんはですね、このようにですね、ものすごくいろんなことを知っている方なんですよ。だから話しているだけで面白いんですね。それでまたそれを話す、あの話し方が、あの面白いんですよ。なんて言ったらいいんだろう、普通こういうふうにまっすぐ行くのがちょっとこういう感じで話して、それが味になってるんですよね。まあ大切にしていることは、言葉を使う以上伝わらないか意味がないという感じですね。うん、それがでもあの田中さんのいいところだと思うんですよ。そうです。人間やっぱりいいところたくさんあるんでね、うん、そういういいところがあるので、あの温めていっていただきたいと思います、うん、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。今日も素敵なお話できたね。うん、ではまた来週お楽しみに。